皆様どうもこんにちは。本日はですね、この前自分の動画の方に、フォトショップとライトルームですね、それの使い分けというか、そういうのをですね、どうしているかという、そういったニュアンスの質問が、ありましたんで、そういったご質問をね、いただきましたんで、それについてちょっとお答えしようかなと思います。で、それとですね、いつかやろうと思ってたんですけれども、LR 使った時のですね、処理方法ですね。LR だとですね、結論から言うとあまり大したことはできないんですが、それでもですね、ある点でね、PS よりも便利なところがあります。Lightroom の方が、Photoshop よりも便利な場合もあるわけなんですよね。で、そういう時にですね、ちょっとした、方法を覚えておくと、便利な時もありますんで、それについてちょっと紹介してみたいかなというふうに思います。それではですね、よろしくお願いいたします。それで、まずフォトショップの方ですね。フォトショップについてはですね、僕がいろいろ解説するよりも、これを使ったですね、強調処理の方法っていうのはですね、いろいろあるわけですね。強調だとか、ノイズ低減だとか、選択したところだけを強調するとかね、いろんな方法があります。で、ちなみにこれはですね、フォトショップエレメンツと呼ばれるもので、で、エレメンツでもですね、処理はできるんですけれども、ちょっとエレメンツはですね、機能が落ちます。いろいろですね、トーンカーブがなかったり、あるいは16ビット処理ができなかったりといったところがありますんで、本格的にですね、天体写真を撮るときにはですね、エレメンツじゃダメですね。フォトショップ CC の方を使わないとダメなんですけれども、これぐらいの成型写真だったらですね、エレメンツでもいいかなという感じですね。エレメンツの方が安いんですけれども、で、パッケージで売っててですね、1回に、なんぼだったかな、6、7000ぐらいしたはずなんですけれども、1回買えばですね、ずっと使えるんですが、Photoshop CC の方はですね、月1000円ぐらいでですね、契約しないといけないんですよね。で、それをですね、年間払い続けると1万2000円と。で、それをずっと払い続けないといけないんで、結構ね、お金がかかってしまいます。なんですけれども、天体写真やるためには、CC をですね、どっかで導入しなければならないですね。で、僕がやってるのは、天体写真撮るシーズンだけですね、契約してるという形ですね。で、今はちょっと契約解除してる状態です。で、また7月末にですね、何か撮れれば、8月に契約して、で、また12月ぐらいで解約してみたいなね、そういうのをずっとやってます。ある程度たまったところで契約しないとね、お金の無駄になっちゃうんで、CC はね、そんな感じで運用してます。そういうね、お金のことはいいとして、とにかくですね、フォトショップっていうのはですね、天体写真、こういった1枚撮りの天体写真だと、よく重宝されてますね。で、一番のポイントはですね、こういう調整レイヤーっていうのがあるんですけれども、ここにですね、いろいろレイヤーを立ち上げて、その上にですね、いろんな、処理をできるというところがあります。で、フォトショップはですね、もうすでに知られてることなんですけれども、マスクというものを使ってですね、処理をすることができるというのがですね、一番の利点じゃないでしょうか。例えばですね、これ今ですね、1個強調するために、その強調するためのレベル補正レイヤーっていうのを、かましてるんですけれども、そこにですね、今マスクっていうものを作ってます。で、これですね。で、これは黒い部分はですね、処理せずに、白い部分に選択的にですね、処理を及ぼしてやると。白い部分だけ、コントラストとか、明るさをですね、上げてやるといった、ものになります。で、それをやるためにこういったマスクを作ってるわけですね。で、なんでこういった黒いところを全くですね、処理しないかっていうと、こういう黒いところをですね、強調しちゃうと、なんかベタッと潰れちゃうんですよね。明るい星だとか、この灯台の明かりだとか。で、そういうところには、処理を及ぼしたくないので、こういったですね、マスクを作ってると。で、それをですね、効かしているのが今この状態です。ちなみにそれ、ありなしもですね、できまして、これがですね、これ違った、これ選択ですね。すいません、解除と。で、これですね。こっちの、シフトを押しながら、これですね。左クリックと。やると、マスクなしですね。で、マスクあり、マスクなし。で、マスクあり、マスクなしということでですね、灯台の部分のですね、光ですね。そこを見てもらうと、よくわかると思うんですけれども、マスクありなしでね、比較してみるとわかると思うんですけれども、マスクがですね、ありとなしでですね、だいぶ違うと思います。で、マスクがないときは、なんかですね、その明るい部分が面積持っちゃうんですけれども、で、こういうふうにですね、マスクないときは明るい部分が面積持っちゃうと。
マスクをつけるとですね、そういうのがなくなってくるというところですね。まあ、こういった処理はですね、Photoshop Elements でもできます。トーンカーブとかはね、やると同じような感じのこともできるんですけれども、こういったマスク処理っていうのは、Elements でもできますってところですね。まあ、トーンカーブがちょっと、Elements だとないので、まあ、こういった形でやることになると思います。まあ、もちろんね、Photoshop CC でもこういった形の処理をすることはありますね。そこら辺は使い分けというか、まあいろんな、手法を使って、まあ、処理していくという形になります。でこれはですね、強調するための、そういったレイヤーなんですけれども、他にもですね、いろんなものをですね、Photoshop ではすることができます。ここにいろんなレイヤー立ち上げて、例えば今の場合は、こういったね、天の川の部分だけとか明るい部分だけ選択して、強調、まあ、明るさを、もっと明るくしないようにするとか、まあ、そういったものなんですけれども、他にもですね、まあ、チャンネル減算マスクだとか、まあ、星マスクだとか、そういった技法を使ってですね、まあ、いろんな処理をしていくっていうのが、まあ、Photoshop の魅力ですね。まあ、それに関しては僕もですね、完全にマスターしているわけではなくて、まあ、いろいろまだ勉強している段階ではあるんですけれども、まあ、天体写真の処理ではね、一般にそういった、どんどん、処理、ここに、まあ、いろんなレイヤーを重ねてですね、元画像からどん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 加工していくということをやります。でそれがですね、まあ、天体写真での基本的な Photoshop の使い方ということですね。まあ、ちなみにこの場合もですね、全く処理してない画像っていうのは、こんな感じですね。最初の1枚画像っていうのは、こんな感じだったんですけれども、処理後の画像っていうのはですね、こんな感じになってます。まあ、最初よりはですね、全体的に明るさが明るくなって天の川が目立ってきたというのとですね、まあ、カラーバランスをですね、ちょっと整えてますね。なんか最初のはですね、なんか黄色っぽいような感じがあると思うんですけれども、まあ、黄色とか緑っぽいので、まあ、あまりですね、これはどうかな、まあ、これでもいいんですけれどもね、まあ、ちょっともうちょっと青っぽくしてですね、雰囲気を出してやろうということをやってます。まあ、ここら辺は塩梅にもよるんですけれども、ちょっとね、そういった形の処理で、今回は行ってます。で、まあ、こんな感じでですね、まあ、Photoshop に関してはいろいろですね、まあ、他にもですね、あるんですけれども、まあまあ、いろんなね、天体写真では、手法、天体写真では、まあ、いろんな工夫をして使っているという状況ですね。まあ、Photoshop はこれぐらいで、置いといて、次にですね、Lightroom ですね。Lightroom の方はですね、なかなかまあ、使われることは実はですね、そんなにはないんですけれども、まあ、それでもですね、一部で使われている場合もあります。で、なんでね、Lightroom があまり使われてないかっていうと、先ほどのですね、Photoshop みたいな、こういったですね、レイヤーを使った処理っていうのがですね、まあ、やりづらいというか、できないと思うんですよね。で、あと強調もですね、大幅な強調っていうのは、実はですね、この Lightroom だと、LR だと、かけられないというところがあると思います。あんまりですね、ここいろんなパラメータありますけれども、ここいじってもですね、天の川が浮いてこないんですよね。でそういうところもあって、ロー現像だけだと、こういった描出っていうのが厳しいということがありまして、LR っていうのはですね、あまり天体では有名ではないというか、別にですね、買わなきゃ買わなくてもいいという感じですね。じゃあなんで僕は買ったかっていうと、ちょっとですね、最初 Photoshop CC 買うお金ケチったっていうのと、まあそこまでね、本格的に最初やろうと思ってなかったので、とりあえずまあ LR ぐらいからと思ってたんですが、まあやっぱりね、いるなっていうふうに思って今はですね、PS をね、まあ、間隔は隔ってますけれども、まあ、画像が溜まってきたら契約してという形にしてます。で、まあ、LR はですね、他にもまあ、そういった形で、じゃあ全く使えないのかっていうと、で、そうではまたないわけなんですよね。どこで使えるかっていうと、タイムラプスで使えるんですよ。で、タイムラプスでやるときに、一番いいのはですね、この Lightroom のいいところっていうのは、バッチ処理ができるってことなんですよね。一気に、多数枚の画像に対してですね、同じ処理を施すというところができるのが、LR のいいところです。これ今ですね、大量の画像をここにね、今読み込んでますけれども、これを選択してやればですね、一気に同じ処理ができるというのがありますね。まあ、やってみるとですね、ここに、コントロールオールってやればですね、全選択できるんですけれども、その後、なんか適当にですね、この LR で処理してやった後、同期っていうのをやってやるとですね、全部にですね、同じ、処理が施されるということがありまして、まあ、そういったところがですね、LR の使い道になっているかなというふうに思います。で、まあ、そこのところはですね、PS にはない、いいところですね。で、まあ、読み込みもですね、こっちの方が若干早くて、しかもローから、まあ、PS でもローから読み込めるんですけれども、こっちもですね、ローから読み込めるということでですね、いいところがあります。
で、まあ、それにあたってはですね、まあ、ちょっとしたあの処理をですね、やっていく必要があるんですけれども、ちょっとですね、まあ、自分がどんな感じで使っているかというのをですね、今から、お見せしようかなと思います。まあ、ちょっとね、ネットで見て、軽く勉強しただけなんで、まあ、僕もですね、分かりきってないところがあるんですけれども、まあ、それでもこんな感じでですね、例えばあの天体写真をはじめようシリーズの、まあ、タイムラプス映像はこんな感じで LR で作りましたというのを、まあ、実践してみようかなと思います。で、まずはですね、ここのですね、ヒストグラムのところに、ちょっとあるんですけれども、ここにですね、ちょっとクリックする場所があって、そこを押すとですね、何だったかな、ハイライトのクリッピングを表示というところがあるんですよね。今表示している状態です。で、これ非表示ですね。で、表示するとですね、まあ、ハイライトのちょっと飛んでるところが、まあ、赤で示されるという、そういった機能があります。で、まあ、こういったところで、まあ、これ以上ですね、例えば、ここに無理やり強調処理をかけてしまうと、まあ、その飛びがですね、よりひどくなってしまうわけですよね。単純に露光量を、例えば、ちょっと今上げすぎたか、2.45 とか、まあ、これぐらい上げすぎると、こういったですね、赤の飛ぶ部分が目立ってくるわけですね。こういう部分がね。そういったところがあるんで、そこの飛びを注意するために、ここをですね、表示させてます。で、まあ、単純にですね、このように露光量を上げただけでは、まずはですね、ダメなわけですよね。そこら辺がありますんで、まあ、丁寧にですね、ある程度丁寧にやっていかなきゃいけないというところですね。で、まずですね、何をやってやるかっていうと、最初はですね、どこだったかな、カメラキャリブレーションですね。で、プロファイルを、カメラの、ニュートラルにまず設定してやります。そうするとですね、色合いが若干まあナチュラルな感じになりますね。で、それと、これでですね、まだちょっとですね、色が全体的に黄色っぽくて、あまり綺麗ではないので、色温度をですね、ちょっと変えます。色温度を、ちょっと下げていきますね。3915ぐらいですね、今。これぐらいにまずしてやります。で、ちょっとですね、まあ、青っぽい感じの、色合いに、周りをしてやってます。で、今この状態で、まあ、先ほどですね、ハイライトのクリッピングを表示して、まあ、街灯の部分がですね、ちょっと明るくなってますね。で、ここの部分を、まあ、ちょっと補正するために、円形フィルターっていうのをかけてやります。で、円形フィルターっていうのはこういうですね、まあ、丸いフィルターなんですけれども、これを地上部分のですね、一部分にかけてやります。で、まあ、こんな感じかな。で、これは、今ですね、この円形フィルターの、内部の部分ですね。これは今内部の部分にマスクがかかっている状態なんで、このまま処理をするとですね、どうなるかっていうと、露光量を例えば上げるとですね、こっちの内部の部分がかかってないと。で、なので、マスクを反転っていうところを使ってやって、この逆にですね、このマスク内部に、マスクというかこの円形内部に、処理を効かせてやると、そういったことをやってやります。で、ここでやるのが、まずですね、ハイライトをちょっと下げます。ハイライトをマイナス15ぐらいですね。この赤い部分がですね、なくなるぐらいまでハイライトを下げてやります。で、マイナス15ぐらいまで下げるとですね、ハイライトが、まあ、今ですね、飛びがなくなったというところですね。で、これで、全体的にですね、今マスク内部でこのハイライトの飛びが抑えられたというところですね。で、抑えられたらですね、ちょっと全体的に、露光量を上げてやります。露光をプラスですね、今 0.85 まで上げてやりました。そうするとですね、またハイライト部分がちょっと上がりましたね。で、コントラストもちょっと上げてやりましょうか。あんまり上げるとですね、あれが目立ってくるんで、10ぐらいまで上げてみます。ちょっとだけですね、上げますね。で、こんな感じでですね、全体的に目立ってきました。ちょっと色が緑っぽいんで、もうちょっと赤に寄せるかな。もうちょっとこんな感じで、青に寄せましょうか。よいしょ。こんな感じかな。よし、こんな感じですね。これでまあちょっとですね、また青っぽくなりましたという形です。で、これでですね、今またですね、全体的に露光量が上がったのはいいんですけれども、まあ、ちょっとですね、また、飛びが目立ってきたんで、今度はですね、マスクじゃなくて、マスクで作ろうかな。まあ、いっか。全体的にちょっとハイライトを抑えますかね。若干ハイライトを抑え気味にして、これぐらいで赤い部分がほぼなくなったという感じですね。飛びがなくなってきたと。で、これあんまりですね、これハイライト下げまくってもおかしいことになるんで、例えばちょっと極端にしてみるかな。こうしてもですね、なんかハイライトが逆にくすんじゃうんで、おかしいことになっちゃうんで、まあ、あんまりですね、大きくはいじらない方がいいです。まあ、このライトルーム上のパラメーターなんですけれども、全体的にあんまり大きくいじっちゃうとね、おかしいことになるんで、まあ、ちょっとずつ追い込みながら、マスクを作りながら、変えていくという形にした方がいいと思います。で、まだですね、ちょっと天の川全体的に、浮いてこない部分があるんで、まあ、もうちょっとですね、ここら辺を強調したいなっていうところがあるんで、そこにですね、またマスクをちょっとかけてやるということをします。マスクをちょっとかけて、コントラストアップということをやります。
まあ、今、タイムラプスなんで、この1枚のですね、映像というか画像さえ、どうにかすればいいということではないんで、全体的にですね、まあ、ちょっと広めにコントラストアップっていうのをやってやります。今、天の川がですね、この中心部のですね、この位置から、ここまでですね、動いていくので、天の川の中心部がこう動いていくんで、まあ、それに合わせてですね、まあ、広めにマスクを作ってやってですね、その内部をまあコントラストアップしてやるということをまあやります。もうちょっと遠景をこんな感じにするかな。で、こんな感じですね。この内部をちょっとですね、露光量、まあ、コントラストアップをしてやろうということですね。あ、そっか、今マスク反転してないんで、逆になりましたね。マスク反転して内部に効かせるということをやります。で、こういうふうに、ちょっとコントラストをいじって、強めにいじって、まあ、露光量を上げてやると。周りとの、融合させるために、これぐらいかな。これぐらいですね。で、マスクを閉じるとこんな感じです。で、ちょっとですね、今、天の川の部分だけ、まあ、選択的に、コントラストアップしてやったという感じですね。で、あともう一つ使うフィルターはですね、まあ、段階フィルターっていうのがあるんですけれども、まあ、これでですね、ちょっと上の方を明るくしてやろうかな。明るくしてやろうかなというふうに思います。で、こんな感じにして、ちょっとですね、斜めにフィルターかけて、露光量をちょっと上げてやるという感じですね。あんまり明るくすると上の方が明るくなるんであれなんですけれども、もうちょっと伸ばすか。もうちょっとこういう風な感じで段階フィルターかけて、よいしょ。こんな感じで、こうかな。おっとっとっと、おかしいなことになった。あれ？おかしいことになったな。初期化しよう。もう一回ですね、段階フィルターかけます。段階フィルターかけて、こんな感じにしてやると。フィルターをかけて、露光量をちょっとだけ上げる。あんまり上げるとね、またハイライトの部分がすごく飛んじゃったりするんで、ちょっとだけにします。3ぐらいかな。これだけ露光量を上げて閉じましょう。で、全体的にですね、まあ、こんな感じになってきたというところですね。で、まあ、これでですね、まあ、天の川も最初よりはですね、目立ってきたかなという感じですね。もうちょっと露光量を上げた方がいいかな。というか、シャドウの部分が暗すぎるんで、最後はトーンカーブのところで、微妙に調整してやりましょうということですね。ここのですね、トーンカーブがちょっとですね、ここにフィストグラム全体的に左側に寄ってるんで、まあ、ダークとかシャドウをですね、もうちょっと持ち上げてやります。そういったカーブをかけてやります。で、それはですね、ハイライトと、ダークとシャドウをここをいじればいいのかな。ここをちょっとだけ上げます。あんまりこれもやっぱりいじったらあれですね。15とか10ぐらいにした方がいいですね。で、これぐらいにして、こんなもんかな。15、これぐらいですね。で、ちょっとだけ持ち上げてやるということをやります。で、まあ、最初よりはですね、天の川が目立ってきたかなという感じですね。これと、これなんで、まあ、ちょっとはですね、マシになったかなという感じです。これと、これですね。まあ、ちょっとは良くなったかなってところですね。で、そうやってですね、全体的に画像を上げてきたんで、ちょっとですね、あれが目立つようになってきました。で、あれが目立つようになってきたんで、ノイズ低減かけてやります。今、カラーだけかかってますね。あとは、輝度ノイズをちょっと、減少させてやります。まあ、今、タイムラプス用処理でやってるんで、ちょっとですね、全体的にこれあんまり強くかけると、トロトロになっちゃうんですけれども、なんかね、溶けてしまうんですけれども、細かい構造がね。今はまあタイムラプス用なんで、ノイズを減らすことを優先して、ちょっとですね、強めに、かけてやってます。で、これでですね、まあ、全体完成ですかね。まあ、これが、完成画像ですね。で、まあ、LR で処理すると、まあ、こんな感じになります。で、こっちが、まあ、処理してない方ですね。で、こっちが処理した方ということで、まあ、カラーバランスが補正されてですね、天の川がまあちょっとまあ前よりは目立つようになってきたかなという感じですね。で、空の明るさもだんだん、まあ、整ったかなという感じで、まあ、これでですね、一応、LR で処理は終わりという感じですね。で、強みはですね、先ほども言いましたけれども、こうやって処理しておいたらですね、ここですね、ここに同期っていうのがあるんですけれども、これを使ってやることによってですね、一斉に、同じ処理をかけてやることができるわけですね。今、この画像をですね、このレベルに、持っていきたいというところなんですけれども、そのためにですね、同期というのをかけてやります。ここ同期というのをしてやると、こういうふうなですね、設定を同期っていうウィンドウがですね、ちょっとすいません。こっちには出てきてないですね。キャプチャーの関係でですね、出てきてないですね。あ、これで出てくるのか。で、これでですね、同期っていうのがあると、まあ、こうやってですね、何を同期させるかというのが出てきます。で、一応ですね、今全部を、チェックし入れてですね、まあ、全部共通にしたいので、すべてチェックして、これでですね、同期というのをですね、クリックしてやるということをやると、
すべての画像がですね、先ほど施した、処理がですね、施されるということですね。マスクとか、コントラストアップとか、露光量アップとか、そういうのをやりましたけれども、それがですね、すべての画像に施されると。で、そうするとですね、すべての画像がですね、同じレベルになって、タイムラプス画像はですね、ここから書き出しをやって、その後、動画ソフトで処理するということをするわけですね。で、そういうことをしてやることによって、バッチ処理というのがですね、これでできるということなんで、タイムラプスとかではですね、非常にこの LR っていうの便利なんですよね。で、ウィンドキャプチャーが消えたことによって、これは消去ということですね。で、こういうふうにですね、全部の画像がですね、これになるので、同じ処理が施されるので、タイムラプスとかですね、非常に便利なわけなんですよ。で、こんな感じでですね、すべての画像が、同じレベルになるということで、そこら辺がですね、非常にいいわけなんですよね。で、つまり LR はですね、タイムラプスで使おうという形で僕は使ってます。他にも、ちょっとね、やっぱり1枚撮りの写真だと、やっぱり PS の方がいいです。はっきり言って、PS にはですね、かなわないというところはありますね。こんな感じの、強調処理するんだったら、Photoshop の方がですね、明らかにやっぱこの天の川の部分とかね、いい感じに処理できますね。これのね、LR と比べてもらったらわかるんですけれども、あんまりですね、LR って強調得意じゃないんですよね。なんですけれども、多数枚の画像がどうしても必要になる、タイムラプスでは僕はですね、LR を使っているということで、そういったですね、1枚撮りの時はもう確実に PS。で、LR はタイムラプスとかバッチ処理が必要な時に使っているという感じでですね、僕は使い分けています。で、こういった感じでですね、一応マスク処理だとか、そういったこともできますんで、使おうと思えばですね、こういった天体写真でも使えるかなというふうには思っています。で、そんな感じで、これをあとはですね、書き出しして、JPEG なんなりに書き出しして、でそれであとは動画その方で処理ということですね。で、そういう感じで僕はですね、使い分けというものをやっています。ということで、今日はですね、その LR を使った、画像処理ですね。ちょっとしたあまりですね、激しい強調というのはできないんですけれども、軽い画像処理と、その使い道についてお話しいたしました。こんな感じでですね、僕は LR と PS っていうのを、使い分けてますというところをですね、お話しいたしました。それではですね、今日はこれぐらいで、お話を終わりたいと思います。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さようなら。